競輪に行くことだ。競輪の発火装。発火装。蘭帝もそこへ向かった。老海山。すいません。ん？八ヶ村はこの道でいいんですか？おう、そうじゃ。そうですか。聞きたいんですが、八ヶ村へ行ったことはあるんですか？ああ、昔は何度かね。昔？ああ、若い頃の話じゃ。薬の行商をしとっての、今となってはこの年じゃ。とても山は越えられんよ。八ヶ村はそんなに山深いところなんですか？ああ、山をだいぶ越えなきゃならん。途中には目がくらみそうな崖、左右もは。そうなんですか。八ヶ村まではどれくらいかかるんですか？さあねえ、迷わずに行ける。2日歩けりゃ一生って。冗談じゃ。でも狼に。はい、わかりました。ありがとうございます。
カイザー、ハッカソン。急いだ方がいいな。おい、しっかりしろ。あの子、あの子は？
だった。あなたが助けてくれたの？大丈夫か？ありがとう。なぜあんな無茶を？助けなくちゃいけないと思っただけ。それに白い鹿は私の村の守り神。守り神？白い鹿が。白い鹿。村。ハッカソン、私の村。ハッカソン？どこにある？この川を登った先にある。遠いのか？案内する。私シェンファ、あなたは？俺はリョウ、葉月リョウだ。リョウ、ついてきて。あなたはどこから来たの？俺か？リョウはこの国の人じゃないでしょ？ああ、俺は日本から来た。日本？どこにあるの？中国の東にある島国だ。東の？日本は中国と比べたら小さい国だ。遠いの？え？ああ、遠いな。外国だからな。東の遠い国。どうしたんだ？ううん、なんでもない。シェンファー。何？リョウ、ハッカソンってどんな村なんだ？小さな村よ。山あいにあるの。ハッカソンまではかなり遠いんだろう？うん、山を二つ越えたその先。そうか、山を二つか。シェンファーはずっとハッカソンに住んでるのか？ええ、小さい頃からずっと。家族も？うん、お父さんと私、ずっと二人で暮らしてるの。そうか。シェンファー。何？先を急ごう。うん。この木は？金木犀。この先にも咲いてる。そうか。綺麗でしょ？ああ。この季節になるとどの木もいっぱいに花をつけるのよ。金木犀か。そう、中国では木犀の木をカツラって呼ぶの。木犀が林のように多いからカツラの林、ケイリンっていうの。そうだったのか。たくさん咲いてるな。ええ、山ごと金木犀の花に包まれたみたい。行きましょう。ああ、シェンファー。何？シェンファーは花が好きなのか？うん、大好き。リョウは？花か。そういえば友達の家が花屋をやっていた。日本の友達？ああ。花屋って何？花を売っている店だ。花を売るの？ああ、そうだ。変なの、花なんてどこにでも咲いているのに。そうか、そうだな。寮の友達が山から花を摘んできて売るの？いや、原崎は。原崎っていうの？その人。ああ。どんな人？原崎は
幼なじみだ。そう、幼なじみ。ああ、家が近くて学校も同じだった。そう、仲が良かったので、ああそうかな。どうしたの亮？仲は良かった。そう。シェンファー。何？先を急ごう。蝶がこんなにたくさん。綺麗だな。お花みたいでしょ。花？ああそうだな、本当に花みたいだ。私小さい頃に蝶が一斉に飛び立つのを見て、本当にお花が飛んでいったと思って泣いたことがあるの。でもどうしてこんなにたくさん。どうして。ああ花も咲いてないのに。ここは蝶たちの水飲み場。水飲み場。そう、雨が降った後に葉についた雫を吸うの。雨上がりにはよく見かけるわ。そうなのか。シェンファー。何？先を急ごう。うん。風が変わった。暗くなる前に森を抜けましょう。よう、走れる？ああ。おシェンファー、足元に気をつけて。足元に気をつけて。いや。平気？大丈夫。行こう。気をつけて。道が途切れてるな。ここを越えていきましょう。ここを登るのか。ええ、滑りやすいから足元に気をつけて。よし。よう、大丈夫？ああ大丈夫だ。急ぎましょう。こっちよ。ああ足元に気をつけて。
なら平気だ。こんなところに泉が。ええ、旅人も動物たちもみんなここで渇きを癒すの。ホタルか。綺麗な湧き水のあるところには必ずホタルがいるの。綺麗だな。ええ、まるで星空に包まれてるみたい。こんなにたくさんのホタルは初めて見たな。日本にはいないの？いや、子供の頃にはよく見に行ったけど、最近はかなり数が少なくなってるんだ。待ってるよ。え？茂みの低いところで光ってる時は気をつけないと。蛇の目はホタルとそっくりに光るの。蛇の目？そう、気づかないで手を出したら噛まれる。そうなのか。ここまで来れば森の出口はあと少し。そうか。うん、でもだいぶ暗くなってきたから急がないと。よし、行こう。しっかり日が暮れたな。洞窟はもう近い。急いで探しましょう。ああ、すごい崖だな。ええ、この辺りが一番危ない場所。シェンファーは前にもここ？うん、でも夜には通らない。暗くなると辺りは何も見えないし、動物たちが水を求めて動き出すから。そうか、かなり暗くなってきた。早く洞窟を見つけないと。もうすぐ月が雲に隠れる。真っ暗になったら探すのも難しくなるわ。この近くにあるのか。うん、旅人が雨宿りに使う洞窟、確か崖沿いにあったはず。よし、急ごう。Thank you.
ここで朝を待ちましょう。ああ、火を焚きましょう。え？山の夜はかなり寒くなるの。服が濡れたままでは凍えてしまう。何か焚き木になるものを探さないと。あ、焚き火の跡だ。誰かがここにいたのか。きっとこの道を通った人がここで朝を待ったんだ。まだ燃やせそうだな。これだけじゃ朝まで持たない。もっと焚き火を集めましょう。ああ、外で探してくるか。よう。さっきの雨で外の木は湿っている。多分燃やせない。じゃあどうすれば。見て、焚き木があるわ。この奥を探せばもっとあるかもしれない。わかった、俺が探してくる。シェンファーは体を温めていてくれ。うん。これだけじゃ足りないな。もうちょっと探してみるか。じゃあ戻るか。やっぱり奥にあったのね。ああ、まだありそうだ。もっと集めてくるよ。うん。
まだありそうだな。戻るか。これだけあればもう大丈夫。そうか。ありがとう。さあ、寮も火に当たって体を温めて。ああ、そうだな。あったかい。ああ、何か話して。シェンファーはいつも一人でこんな山道を。ええ、リョウは一人で中国に。ああ、トウ・リショウって人に会いに香港へ来たんだ。香港、その人には会えたの。ああ。どんな人。八極拳の老師だ。老師。老師の写真がある。見せて。青い服の人だ。綺麗な人。本当にこの人が老師？ああ、技も教えてもらった。この人がいなければ今頃俺は。人の出会いは天の意志だって、父が。天の意志。そう、亮がその人に会ったのも偶然じゃない。天が亮を導くためだったのかも。天の意志か。シェンファーは普段村で何をしてるんだ。畑で野菜を作ったり、ヤギに餌をあげたり。学校には行ってるのか。村にないの。必要なことは父や村の人たちから習ったわ。シェンファーは今いくつなんだ。16。俺の2つ下か。リョウは学校には行っていた。学校って楽しい？なあ、学校には友達がいてよく遊んだ。試験さえなければもっと良かったけどな。学校か、楽しそう。寮の友達ってどんな人？原崎がいた。原崎、どんな人？写真を持ってる。日本の女の人ってみんなこんなに綺麗なの？どうかな。とっても優しそう。俺のせいでずいぶん迷惑をかけた。何かあったの？港のたちの悪い奴らにさらわれたんだ。それで？助けたよ。よかった。だけど怖い思いをさせてしまった。その人は今？カナダに。カナダ？遠い国だ。会いたい？俺にはやることがある。それが終わってからだ。そう。他にはどんな人が？トムがいたな。トム？アメリカから来た面白いやつだ。その人も学校に？いや、トムは街でホットドッグを売っていた。ホットドッグ？外国の食べ物だ。踊りが好きでいつも陽気に歌っていた。楽しそうな人。ああ、別れ際に技も教えてくれた。その人は今？故郷に帰った。
今でも元気にやってるはずだ。そう。他にはどんな人が？キショウってやつがいた。その人は？あることがきっかけで知り合った中国人だ。強情なやつだったけど誇り高くて自分の父親を心から尊敬していた。その人は今？日本で俺を助けるために怪我を負ってしまった。俺のためにあいつが。その人は後悔してないと思う。え？友の危うきに身を捨て悔いることなし。中国人の法友とはそういうものだって父が。法友か。あいつの中国拳法はかなりのものだった。できればもう一度剣を交えてみたい。きっとまたいつか会えるわ。ああ。他にはどんな人が？そういえば五郎がいたな。五郎？ああ、港で知り合った。初めて会った時あいつはカツアゲをやってて。カツアゲって？人を脅してお金を取ることだ。悪い人なの？いや、根はいいやつさ。もう悪いことはしていない。五郎はお調子者だった。どんな風に？態度がすぐに変わるんだ。俺もいつの間にか兄貴って呼ばれてた。面白い人。五郎には港で荷物を運ぶ仕事を見つけてもらった。ああ、村にもあるわ。牛を何頭も持ってる人がいて。いや、機械で運ぶんだよ。機械？ふーん、亮はいろんな経験をしてきたのね。シェンファーはいつもどんなもの食べてるんだ？私は…お腹が空いたみたいね。歩き詰めだったからな。明日家に着いたらいっぱいごちそうする。簡単なものしかできないけど。ごちそうか、楽しみだな。ウサギはどう？ウサギ？食べたことはないな。シェンファーはいつも？うん。日本じゃ食べないの？あまりな。牛肉とかなら。牛は畑を耕してくれるのよ。じゃあ肉はどうやって？山で取ればいい。山か、大変そうだな。時々父が捕まえてくるウサギとかキジやヤマバト。どうかした？今まで考えもしなかった。肉も野菜も買うだけだったからな。山で取れたものは山からの贈り物。肉は飢えを癒し、毛皮で寒さから身を守る。すべては山の恵み。それが山で暮らすってことか。そう。もう夜も遅い。そろそろ寝た方がいいんじゃないか。ええ。明日は晴れるわ。え？風が変わったから。それだけでわかるのか？この季節は西風が吹くと晴れるの。そうか。もう遅いな、先に休んでくれ。俺は火の番をした。ありがとう。
悪い、起こしたか。ううん、一眠りできた。太極拳、それもお父さんから？いや、香港で習った。見よう見まねに近いけど、大地の気を吸い上げ丹田に溜めるって聞いた。木にも水にも石にも全てに力が宿っている。全てに力が？そう、私はいつも森から力をもらっている。森から？あの声は？狼。狼？この辺にいるのか？そう、狼が多いから狼海山って名前がついた。そういえば狼は夜行性だと聞いたことがあるな。ええ、夜になると時々群れで人を襲うわ。人を？シェンファーは怖くないのか？火を焚いていれば大丈夫。火には絶対に近づかない。そうか、だから入り口で火を絶やすわけにはいかないな。今度は私が火の番をする。亮も少し眠って。いいのか？うん、ありがとう。きらめく丹田、湧き出す冷たい水は、知らずにまとった日和らな森に染みる。気高い姿で咲き誇るその花に寄せ合う。シェンファ。ごめんなさい、起こした？いや、今の歌は？村に古くから伝わる歌。ハッカソンに？ええ、村には古い歌もたくさん残ってる。その歌の意味は？ケイリンの風景を歌ったもの。雨上がりにケイリンの山々がきらめいて、きれいな水が泉に湧き出てくる。その泉が渓水泉の源よ。渓水泉って？亮が私を助けてくれた川。ああ、夏になると澄んだ水のほとりにホタルがたくさん舞う。だからホタルの川、渓水泉か。そう。シェンファ、そろそろ変わろう。ありがとう。ああ、シェンファーの言った通りだな。行きましょう、こっち。リョウ、見て。変わった形の山ばかりだな。
でも綺麗でしょ。ああ、酸性っていうの。酸性？ええ、女の人の体のような柔らかい曲線を持った山っていう。そうか、